さあぐるぐる来そうよ。ならこれ、いやちょっと風で飛びたかったの。この見渡せる大地が全て自分の足で生きるって考えると、ものすげえゲームですね。というわけで、どうも、ネグロスです。さあ、今回はまたまたこの男が帰ってきました。ゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワイルド、実況プレイ、やっていきましょう。シーズン1、初見プレイ。シーズン2、縛りプレイ。シーズン3、マスターモード編。シーズン4、のんびり編。シーズン5、神縛り。シーズン6、完結編。シーズン7、旗物語編。そして、シーズン8、恩衆編というわけで、やっていきます。こちらのブレス・オブ・ザ・ワイルドの続編である、ティアーズ・オブ・ザ・キングダム、略してティアーズが、残り1ヶ月半ということで、1ヶ月と12日かな?で、発売ということで、まあ、この1ヶ月半、どっぷりとこちらのブレス・オブ・ザ・ワイルドの世界を堪能して、堪能して、堪能して、最高の気分でティアーズを迎えたいなと思って、こちら、始めていきます。まずはここの剣ガニとか、じゃなかった。剣カブトとか、回収して、いやもうこの時点でおもろいよ。神ゲーっていうのは、キャラ動かしただけで面白いよ。さて、こちらの恩衆編なんですが、特にこう、縛りプレイとかつける予定はないんですけど、唯一つけるとしたら、見かけた敵は殲滅っていうのは、心がけていこうかなと思っております。ちなみに今回はマスターモードです。そして、まず第一縛りというか、第一目標として、こちらの始まりの大地を出るまでに、始まりの大地にいるマスターモード限定のあのクソ強ライネル君を、この始まりの大地にしか存在しない武器を使って倒すのがとりあえずの目標でやっていきます。まあ、これに関しては以前、紙縛りでやっているので、まあ、いけるっしょ。この水のグラフィックよな。おや、久しぶりにさ、ブルワイの世界に帰ってきたけど、やっぱ神ゲーや、このゲーム。さあ、敵殲滅とは言いつつも、ちょっと異変上、マジで物資足んなすぎるんで、と言っても倒せるか。あ、ちょっと、せっかくの耐久値が。いいねさあ、一回分ちょっと耐久値無駄に使っちゃったけど、ぴったり壊れていく、いいね。で、武器奪って、コンボ攻撃力4。さあ、これで、ビシバシと、しばいていく。意外といけるね。攻撃力アップとかなくても、意外といけました。そしてこの序盤の、連続のテレテテレテテンがいいんすよ。これがいいんですよ、これが。そして今考えたんですけど、ちょっと馬は今回使わない方針でいこうかなと思います。まあ、馬があると移動がすごい楽でいいんですけど、やっぱりこの、ブレイスオブザワイルドのこの広大な世界を、細かく見て回りたいなって思ってるんで、素早く移動できる馬というより、もう自分の足で、ゆっくり探索しながら、マップをね、埋めていこうかなって今思ったので、今回は馬とかバイクとかは使わずに、やっていきましょう。そして最初のルーティン、兵士の意味。からのよ、からの。からの、飛び降りて、武器チェーン。これで落下ダメージキャンセル。ここまでは基本よな。そしてこの下に降りつつ、ここの壺にも矢が5本セットであるので回収。まあ、ここまでは、チュートリアル。で、大体の人はもう塔を起動すると思うんですけど、私は、剣取りに行こうか。みんな知ってる?ここにはね、このハイラルの大地には2つ、兵士の剣があるんですよ。まず1つは、どこやったっけ?あ、いたいたいた。あの、ライネル君を倒すのが、とりあえずこの始まりの大地を出るまでの目標。パラセールをゲットするまでの間に、あちらのライネルは倒す。さあ、こちら、後々来ることになる、リモコン爆弾の祠なんですけど、こちらのリモコン爆弾の祠を行かずに、こっち。じゃあ、バシフの祠。ここ行かずにこっちに行くと、兵士の剣が刺さってるんで、もう序盤ではなかなか攻撃力高いね。14。今だって梱包が4とかやからね。うわ、かっけー!無難にかっこいいよね、この兵士シリーズ。そしたら残るは盾になってくるよな。もう盾さえゲットすればガーディアンだって倒せるんで、まず盾取りに行こうか。ポコちゃん倒しに行こう。で、兵士の剣はライネル用に温存しておこう。
ちなみにマスターモードだと兵士の剣がさらに1本追加されていたりもする。これも後で回収しよう。さてこの辺にも結構敵いるんですけど、ちょっと今は物資不足なので殲滅するとは言いつつも後で倒しに行きます。よしよし、これで盾剥がして盾回収。あ、もうコンボ壊れちゃうか。さてさて、武器が壊れてしまった。ならば弓矢がある。うわー、出た、貫通するやつ。これあるあるね。お、攻撃力5いいね。あ、てか、もう倒してる。そっかそっか。これ兵士の弓がそもそも威力今やべえよな。14っていう。兵士の剣と同じ威力。そしてヘッドショットに2倍で28か。ええー、ダメージだ。くぅー！それじゃあ右の拠点も落としたいんですけど、まだ物資集めてから行こうか。まあ、最終的にはこの始まりの大地の敵、ライネルも含めて殲滅させます。じゃあ、あちらのボコちゃんが炎の矢出してくれることを願いたいんですが、お、いいね、クリティカル。今回は炎の矢のドロップなしかな。残念。そして、あそこの宝箱。あれが世界一重要なんで、偏差で当てて、偏差で当てる。オッケー、ってか水きれこれ。下透き通りすぎでしょ。さあ、僕弓。こっちの僕弓使っていこうか。兵士はちょっと温存で、ライネルに置いておこう。あぶね、スタミナが全然ねえな。まあ、とりあえずスタミナ2周ぐらいまではありたいよね。あ、っていうか、炎の矢落としてるやん。ナイスナイス。で、この宝箱、世界一重要。兵士の剣。お、耐久アップついてんね。ナイスー。さあ、炎の矢ゲッチュー。これってさ、確かさ、あ、やっぱり、リンク君の口笛でも反応して飛んでくれるけど、パラセールないから高くしても意味がない。で、まあ、まあ、オーヌの祠はちょっと後回しにしよう。まず、ビタロックの祠、向かいたいな。海星の祠戻ってきたけど、もうタワー起動した時点で、ここってコロちゃん、いないんです。これなんか、この下り前もやったな。さあ、ここからヘルズスナイプしていこうか。偏差はいらん。いや、この辺かな。ヘルズスナイプ。はぁ、ヘッドショットちゃう。いけ。オッケー。とりあえずヘッドショットで動き止めて、まず一体を確実にやる。数を減らしてけ。あいつは松明と盾やな。よしよし。槍が一番要注意。この手の速さ。槍が一番要注意です。しっかりパリして。はい、はい、はい。いやー、硬いな、硬いな。ここは耐久値のある木こりなので、と思ったけど、で、遅っ。やべえ、HP、回復されるな。ここは、弓矢でどう？一発、これ貫通すんだ。だから貫通すんだってこれ！槍でツンツンじゃ、ダメージ入んねえよな。威力2しかねえもんな。あ、でも、結構、あ、さすがに青なんで、威力2でも割と入るか。さあ、ぶっ壊して、やっぱちょっと、武器がしょぼいのしかねえな。コンボとかってない？あ、もう一本やるある。オープン、槍拾って。うわぁ、HP 全回復されちゃった。やはり弓矢か。やはりこのゲームは弓矢が強えか。さあ、おいで。ラッシュ取って、ラッシュゲーミング。さあ、いけ！この槍はラッシュ力すごいからね。よしよし。お、武器戻した。鍋の蓋。松明。あ、いいね。火がある。ここは、頭いいプレイ行こうか。こうやって、火をつける。どう？この辺、燃やせ。燃えていかね？燃えろ、燃えろ。何今の？なんじゃ今の？燃えろ。あ、強い。おー、強い強い強い。火属性強い。もう3発殴っただけで、多分30ぐらい HP 削ったんじゃない？よし。じゃあ、マグネキャッチの、じゃねえ、ビタロックのダンジョンに行こうか。の前に、あそこのコログの内輪でも取っときます？おっと、あいつもヘルズスナイプしたいな。うわ、動くな、動くな。ヘルズスナイプ。オッケー。うわ、氷の矢ドロップしてるけど、あれ取れねえ。アイスメーカーねえから取れねえな。お、兵士の盾やって、耐久アップ。いいね。見た目かっこいいぞ。じゃあ、武器も兵士の弓にして、剣も兵士の剣とかにしちゃう？ガチゴチ兵士装備来たー。あ、てかあれ、ズボン取ってね。ハイリアのズボン取ってねえな。そういえば、ティアーズではここら辺、
雪溶けてたよね。ここら辺の雪溶けて寒くなくなってたよね。あとハイラル全体に何か異変があったのかな。ああいったシーカータワーも確か全部なくなってたし、試練の祠もなくなってたから、もうどうなっちゃったやろ、ハイラル。で、ここの宝箱は、これが欲しくてわざわざビタロックの祠まで来ました。旅人の盾。これかっこいいよね。まあ、木の盾も割と好きなんですけど、この旅人の盾のさ、この背中、これ、この背中めっちゃ PV で見たよな。あの、ブレワイの PV でめちゃ見た姿よな、これ。だからか知らないけど、結構好きなよな、この旅人の盾が。克服の証、一つ目。さてさて、この上にあるハンマーもしっかり回収しよう。後で岩ロックとも戦おうかなって思ってるんで、岩ロックはこのハンマーね、攻撃力4倍に補正が入るので、ハンマー取っとけばだいぶ岩ロック戦楽になるんじゃないかな。さて、行きましょうか。装備ガチガチに整った、ウィジンです。さあ、ラッシュで。あ、結構削れるね。いいぞ。あ、盾が守られるのはまずい。さあ、これはしっかりパリ。パリパリ！オッケー。パリして。いや、HP 回復がきついな。で、下落ちられるのもきついな。めっちゃきついな。いいぞ。いいね。いや、ここはスタミナ温存したかったけど、すべて消費してしまう。けど、武器を回収しまして、回収しまして、よしよしよし。いや、黒はやっぱり強えな。まあ、兵士の剣使っても、ライネル戦大丈夫っしょ。さすがにね。うわ、夜になってきたな。夜はあんまり好きじゃないんで、暗くて。明るくしたいけど、あいつらは、とりあえず下の物資回収してから回ってこようか。ここもまあ、マスターモードでは、いつも通る道やね。マスターモードとりあえず攻略詰まってるよって人は、ここに来るといい。炎の矢か。まあ、いらんな。さあ、残り矢の本数が3本となっているが、倒して、しっかり、降りて、ここも、しっかり、降りて、で、ここの宝箱。ここの宝箱がもう最重要宝箱。騎士の両手剣。フィニッシュボロついてる、でか。両手剣とフィニッシュボロ相性いいからね。よし。うえぇ、寒い。さあ、残り制限時間は、2つ合わせて25分。うわぁ、スタル系はちょっと厄介かな。イエス。まあ、ボコボリの方でいらんか。にしてもくれー、夜くれー。で、ここに兵士の剣もう一本刺さってます。これが3本目の兵士の剣かな。うわ、チュチュさん。チュチュさんは爆獣ですぐに逃げる。この白チュゼリーもね、っていうか、月出てない。なんかすごい明るくなったよ。この白チュゼリーも、ティアーズでは、コールニャに変換することができるんで、かなり重要アイテムとなるんじゃない？なんか急に明るくなったな。この月光の照らす夜もなかなか、綺麗ね。キースの羽。あ！お月さんあるね。今日は半月か。ちなみにチュチュさんは、属性まとってると、どんな攻撃でも一撃で倒せるんで、最強！まずい！こうやって属性が剥がれちゃうと、ほら、全然耐えるんで、属性をまとい直してから戦おう。まあ、属性まとってんのに耐えられたら、爆破の起爆剤としては使えなくなるからな。アイスギースなんかもいるぞ。アイスギースも、この素材、アイスギースの羽でも、これもディアーズじゃなんか使えるんかな？使い道、弓矢と合成して。いや、弓矢と合成する以外にもさ、剣と合成して、エンチャントかけるみたいな。そんなこともできたら、なかなかいいんじゃない？例えば、この兵士の剣に、アイスケースの羽をこうまとわせて、氷属性の剣にするとか。そういうエンチャントできる系やったら、なかなか胸圧展開やぞ。あ！おねんねしてる。かわいいね、ボコちゃん。夜は眠いか。は？なんで？なんでバレちゃった？やべ、このぐるぐるが、スタミナが全然ない関係でさ、あんまり強くね、あんまりぐるぐるできないよな。と言っても、範囲性はすごい優れてるから、全然あり。ありよりはべり。
今ぞかり。っていうか、こっちのもゲルト地方の祠とかもすでに見えてるんか？あの下ら辺のさ、敵の大軍がいるんですけど、あそこマスターモード編でマジでボコボコにされた記憶あるんで、ちょっとトラウマなんよな。また行きたいな。成長した腕前を見せてやろう。腕前 S プラスです。あ、ちなみにスプラトゥーンはやったことありません。っていうか、寒さガードさ、防寒着もらえばよくね。肝心なところ忘れてた。防寒着もらえばもう無限に探索できるやん。フォッフォッフォー。脱げ、老人よ。てか、でかくないこの老人。なんか、リングの身長170らしいけど、何メーターあるこれ ?2 メーター30あるくない?さすが王やな。さて、じゃあ、あのボコちゃんたちちょっと、襲いに行きます?こうやってテクテク降りんのも、今回限りなんじゃない?パラセルゲットしたら、こんなことせんでいいもんね。さあ、これで、よしよしよし。さすがにワンパンやね。忍びを、卑怯とは言うまい。よーし。こうやってマスターモードの強い敵はね、不意打ちしていったらいいのよ。寝込みを襲え。それが基本じゃ。さて、この小型ガーディアンちゃんもやろうか。はあ、こいつ、距離飛びやがった。間合いを取るんじゃ。叶わ。ない。これ、ドンでさ、ひるむ?あれ?なんかちょっとしょぼかった?よしよし、小型ガーディアンも勝てるね。けど HP100 ぐらいあったんじゃない?なかなか強いな。克服の証、二つ目。さて、もう雪山に登場する敵はもう全部倒したんじゃないかな?そしたら、こちらのカエル駅方面からぐるっと回って、ここまで来れば、一周すれば多分、すべての敵は倒せるんじゃないかな?ついでにここの魔王の祠もまだやってないんで、そこも行ってって感じか。いや、まずい!しっかり車線切って、これ、どうすべきか。よし、ここなら車線切れてる。この雪山ね。これ、どうしようか。本体射抜いてもいいが、奥田2体、いや3体倒してっていうのもあるよな。こうでどう?これで上上がることはなくなったやろ。流れていってるー楽しい船旅。あー止まっちゃった。なによこしな、その電気の矢を。あ、ドロップしてる。ナイスナイス。これは絶対回収したい。命に変えても回収しよう。電気の矢5本。これ命より大事よ。お、兵士の実か。待機アップいいね。さて、そこのコロちゃん取りたいが、どうしよう。ちょっとこの木のさ、丸太邪魔やな、これ。うん。こうして、これも回収しといて。お、ナイスです!いいね、いいね、いいね。もうちょっと、もうちょっと。これ先っちょ乗れる、これ。あと一歩ないよな。あと一歩届かないよな、これ。もうちょっと、もうちょっと。あ、もう、もう無理。え、なんか食らってる!食らってる!食らってる!これいけんじゃない？これ届くっしょ。さっきと違ってもう一直線よ。ほら。え、逃げてゆくん。ナイス。コログの実。二個目。よしよしよし。え、なんか死ぬなんか死ぬ危ない危ない危ない。おい、やべえぞ。キノコしかねえって落としたら肉あったわ。やっぱ焼肉いいよね。さあ、スナイパーネクロスこと。いいねえ。あそこも2枚抜きしてもろて。よしよしよし。これで上上がれるな。ただ、槍持ちは、なんかあいつ落ちてたぞ。槍持ちはしっかり縦構えて、このクソ出が早い技に注意して。さて、ラッシュ。これラッシュでさ、あ、半分削れてる。いていていて、後ろから。しっかり縦構えて。あ、フェイシーの剣持ってる。てか、何気にこれ、4本目こんなに兵士の剣とあったんや。これちょっと知らんかったな。で、飛ばしますでしょ?で、こういう奴らは、どう?どう?いいんじゃない?これでひるませて、ぶっ壊すまで行こう。OK。ぶっ壊して、ちょっと槍でツンツンとか行きます?横飛び、ナイス!さあ、ラッシュ行くぜ!この速さ!いいねー。めっちゃ吹っ飛ぶ。ぽかぽかそうのみ。ただ HP 回復されるのが辛い。回復しないで。それも辛い。パリ。
なんじゃこれは。あ、でも燃えろ燃えろ、そう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 、燃えろ燃えろ、鮮やかに、ほらほら、おお、すげえ、こいつ確か HP300 ぐらいあったよね。半分から一気に死んだから、今の炎で100ぐらい入ってたんじゃない ?160 ぐらいは入ってそうやったな。すげえすげえ。意外と炎属性って強いな。うわー、景色よ、この景色よ、めちゃよ、最高っす。これ、スナイパーネクロスいっちゃう?この辺。あ、この辺。うますぎる。いや、なんか当たり前のように赤が、じゃなくて青がおるからな、マスターモードは。なかなかきついぞ。まあ、まずは、ある程度は、弓矢で処理しよう。まず弓矢部隊を弓矢で、いや、これ、貫通する。絶対貫通する。いや、これさ、落ちろ落ちろ、絶望を私の方へ向けながら、落下していけ、ぶっ壊しても、はい、落下していけさあ、これは、しっかりパリ取って、落下していけ面白い。いや、あいつらもさ、爆弾があったら簡単に落とせそうやな。さて、どうするべきか。まあ、落とすのはハンマーの先輩特許みたいなとこあるから、ハンマーというか、両手剣というか、2発目で、吹っ飛ぶ属性がつくから、どうしよう、まずさ、やれ!武器を回収しに来るところを、吹っ飛ぶ?よしよし、とりあえず一体。あ、火つけてる。お、いいね、いいね。で、ここで、こうして、ドン!いた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 、ただ落ちたんじゃない?はいはいなんだかんだ弓矢も28本やって、結構集まってきたな。笛を吹こうとして、目がけてちょっと上か。うわぁ、こいつ!かわしやがった！頭のいいボコちゃんもいるもんやな。今度はさ、あそこ水に落とすなんてこともできたりする?しっかり、静かに近寄って、今!落ちろ!水に!あっさ、何ここ!いや、これは兵士の剣使ってちょっとラッシュしよっか。すぐに倒せるっしょ。オッケー!で、これは、最後壊して、バック中して、うわ、かっけえ!あと、こういう盾持ってるから、弓矢とかも折り混ぜて、ちょっと噛んで、吹っ飛ばして、いや、ちょっと、こっちも、足が遅くなるな。よこしょー。さて、それじゃあ、ボス、行きましょうか。久しぶりやね、イバロック。まともに戦うのは。おーい。序盤のいい金策よ。さあ、しっかり登って、ハンマーで行くぞ。攻撃力4倍パンチ。はっはー。弱っ。BGM いいよね。パッパッパッパン。バーン。お、ルビー二つ。これでもう600ルピーぐらい稼いだってことになるもんね。過去作で考えたら600ルピーってやべえよな。だって昔のゼルだって、一つのルピーでマックス200とかが最大やったからね。しかもその200ルピーなんてもう、作中に10個、多くて10個とか、そういったレベルでしかないぐらい貴重なルピーやったんで、そう考えるとブレワイは結構、ルピーがインフレしてるね。兵士の剣一本なくなっちゃったか。まあ、残りはハンマーで戦っていこうか。お!お、すげえ!頑張れ!頑張れ!いや、こっち来んな!こっち来んな!あ、でも、あっち頑張ってる!イノシシカロット頑張ってる!けど、こいつは、拠点防衛に来てる。食材に目がないやつと、しっかり拠点を防衛するやつと、よしよし。頑張って、イノシシ。なんかめっちゃ森の奥に逃げてったよ。よーし。木の矢落として。ナイスナイス。山ね、今からライニル戦でかなり使う予定なんで、あればあるほど良い。試練は強敵であるほど良い。あ、これってもしかして、さっき、逃してたイノシシちゃんかな?ありがたく、今日の晩飯にさせてもらいます。なんかこれ、呪術器上押してもさ、アイテム3つしかないのがなんか新鮮でいいね。もうここぐらいしかで、ここぐらいでしか見れねえもんな。これで倒せる?ドン。ダメージちょっと微妙かな。あ、でも武器の節約にはなるよね。で、これ水辺落とせない。ほら、落ちろ落ちろ落ちろ。あ!あ!お!すげえ!HP バー残ってんのに死んだ。
さすがに水没ってことか。すげえ。克服なかし、3個目。おっと、バレちゃう。しかし、しっかり射線を切りつつ、ヘルズスナイプしつつ、あいつらどうするか。うまく背後取るのって難しいよなぁ。あ、ほらほらほら。あ、バレちゃった。ならもうハンマーで、いたたたたた。ハンマーで、全員しばきま。やば、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 やば。一体やる。もう一体やる。さらにもう一体もハンマーぶっ壊して、さあ、残り武器がちょっと少なくなってきたな。今からライデル戦やっていうのに。まあ、いけるっしょ。さて、ここへ戻ってきたのも1時間ぶり。強くなって帰ってきたよ。ちゃんと胸張ってさ。やっぱ、木の矢が一番ヘッドショット当てやすくて、戦いやすいよね。これってさ、いけー！エクスプローチョン！え？んじゃあ、起爆しちゃいます？お、いいダメージ入ったんじゃない？ただまあ3分の1ぐらいか。早くやらないと、HP 回復されちゃう。てかもうめちゃめちゃ回復されてる。さあ、一体やることに成功したか。この先行かっこいい。てかやべえ、ちょっと武器やべえかも。ちょっと、目に見えたさ、敵どんどん殲滅しようと思って戦ってるけどさ、ちょっと武器やべえかもしれん。そういう場合は、しっかり弓矢で落ち着いてショットしていく。よし、燃えてるコンボゲットした。燃えろ。おお、いいね。あの HP を一発で仕留めていく。ちょっとあの拠点後回しにしようか。とりあえずライネル行こうぜ。そしたら、剣兜と、これ、肝とかも全部突っ込んじゃう？兜これ以上なかったんで。さあ、力薬レベル1が13分。結構続くね。肝4つ入れただけはあるな。さて、これでライネル向かおうか。しっかり射線切りつつ、弓矢をしっかり、もう最初からこれ耐久アップにしておかなくてもいいか。射線切りつつ、この辺かな？この辺でセーブする。そして、一旦ロードする。ロードが開けたら、そこね。そこが初期値ね。そしたらこの辺で、ご飯を食って、セーブする。そして、ロードする。忍びよ。卑怯とは言うまい。そしたら開幕乗り攻撃ができると。さあ、戦闘開始。まずは、てか武器がね、もう兵士の剣と騎士の両手剣しかないんで、武器がかなりまずいが、さあ、ぐるぐるの後絶対こっち向くんで、射抜いて、あ、もう兵士の身壊れちゃう。しっかりフィニッシュボールを入れていく。で、乗って、乗り攻撃は武器の耐久値消費しないんで、ちょっとね、もう耐久値が節約していかないと、武器全部なくなっちゃうと思うから、しっかりフィニッシュボールは、入れるときは入れるようにしておこう。1,2,3。いや、これぐるぐる来るな。ぐるぐる来たらこっち向くんで、しっかりヘッドショットして、これフィニッシュボールって2回いけたりする？ 1,2 回。あ、2回いける、2回いける。1,2,3,4,5。さあ、3分の1ぐらい削ったんじゃない？ただ、一撃で死ぬから、油断は禁物。これはしっかり内に。オッケー。これぐるぐる来そう。いや、ぐるぐる来ない。これ3連でしょ？ 3 連は、チャンス。ぐるぐるが来たら避けます。へっしょして、1,2,1,2でしっかりフィニッシュブロー入れて、1,2,3,4,5。いいね。さあどう来る？これ、ラッシュできねえか。この移動する系のやつさ、ラッシュしにくいよな。オッケー。しっかり、へっしょして、フィニッシュブロー。フィニッシュブローで乗って、これってさ、エクスプロージョンで来たっけ？なんかエクスプロージョン来た気がするな。さあ、しっかり兵士の意味装備して、来る？エクスプロージョン。あ、来ねえ。あ、来る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 。エクスプロージョンは、縦パリしましょう。ああよーし、ラッシュ取れれば、兵士の剣で畳みかけて、両手剣じゃ4回しか殴れないから、ラッシュは兵士の剣で行くのがいい。兵士の剣というか、片手剣で行くのがいいかな。そう。突進もしっかり横飛びで、ラッシュ取っていく。残り3分の1。武器しまっているから、この間、いいね。この間、チャンスやったね。
しっかり編集狙って、さあエクスプロージョン、これはパリにしましょう。まあパリ余裕でしょ、さすがに。さすがにね。お、兵士の剣壊れていく。さあぐるぐる来そうよ。ならこれ、いやちょっと風で飛びたかったの。うわ危ない、これ一番危ないからね。ダッシュとかじゃ今の技って避けきれんから、オッケー、しっかり裏回ってポン、落ち着いていけば倒せる。攻撃力アップもしっかり残ってるんで、残り10分も。さあ残り4分の1ぐらい。さあ落ち着いて、ラッシュは取れない。これ定位置から動いちゃうとラッシュ取れなくなっちゃうんで、いや、やべ、弓装備してね、やらかし、マウンテン。いや、これは裏回って3連でしょ。1、2、もう一回いける。1、2でぐるぐる来るでしょ。来ない。ただ騎士の剣が壊れそう。あと1回はいけるでしょ、このワンループは。クーに狙われていく。いや、これは横飛びでラッシュ取って、さあラッシュは片手剣の出番ですよ。けどぶっ壊れていく。さあ兵士の剣はちょっと、いや騎士の剣か、騎士の両手剣をちょっと温存していきたいな。さあぐるぐるはヘッショして、これ兵士で殴って乗ってから騎士の剣でいけ、これでとどめじゃない。いやまだか、最後に一発ハゲ頭ゴー。よけられていく。じゃあ来いよ、全部パリしたろ。調子乗るからそうなるんです。待て、 HP 回復まずい、HP 回復されるのが一番まずい。さあ、兵士を決めて、1、2、3。え、なんか、ただヒートした？さあ、乗って。まだか。なかなか強えな。爆弾も。ボーン。ね、聞いてんのか、これ。ほい！よーし！よーし！強かった。強かった。けど、それに見合った報酬は、あるだろう。爆弾矢が、10本、なんかちょっとしょぼいな。そして、連射弓、重心の体験度。やっぱこれなんすよ。やっぱこれなんすよ。ブレイスオブザワイルドっていうのは、じゃあ残ってる敵、ボコボコにしに行こうか。さて、まあ、このゲームは、連射弓と爆弾矢の相性がめちゃめちゃいいんで、ほい。おい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 。これがザワールドだ。嘘だろ。オッケー。さてここは落としちゃって、お、いいねいいね。からのもう爆弾矢を大量にプレゼントしてあげると。はいどうぞ。君は、はいと。リグ邪魔。お前、嘘だろ、ジョー太郎。な、む。克服の証、4つ目。さあ、これでパラセールをゲットして、自由に探索できると、閉ざされた大地、コンプリート。では、頼んだぞ、リンク。さて、それじゃあ、どの方向から行こうか。もう最強武器、最強弓矢、ゲットしたんで、ちょっと砂漠方面から今回攻めてみようかな。前さ、マスターモードでボコボコにされた、あの、白銀とか大量にいた、あそこの拠点、ちょっとこれで、報復しに行こう。